シリーン地図グーグルマップ今治城今治城は、伊予国を地群今治にあった、日本の城。昭和28年10月9日に、愛媛県史跡に指定された。別称吹上城。慶長7年、東道高虎によって、築城開始され、慶長9年に完成した。不審奉行として、渡辺良の名が知られている。 今治城完成以前の今治の支配拠点は、唐子山山頂にあった、国府城であったが、より能率的な都市経営を目指すため築城された。構造は、三重の堀に海水を引き入れた、得意な構造で、当時は、海から堀へ直接船で入ることができるなど、海上交通の要所今治らしく、海を最大限に活用した城となっている。 日本産大水城の一つに数えられている。二の丸に、藩士館、中堀以内に、側近武士の屋敷、外堀以内に、侍屋敷、城門が九カ所、矢倉が二十カ所と非常に広大な造りだった。慶長十四年、高虎が伊勢国津城に違法となり、同時に、天守は丹波国亀山城に移築されたと伝わる。高虎自身は違法されたが、 今治領二万国は、飛び地として、残り用紙の高吉が居城した。寛永十二年、高吉は、伊賀国名張に移り、代わって、伊勢国長島城より、松平定房が入城し、以後、明治維新まで、今治藩、九州松平氏の居城となった。広大な城郭は、江戸260年間保たれたが、明治維新以後、 廃条令施行前の明治2年に破城され、ほとんどの建築物が破却された。この時、二の丸北部の武具屋倉は収蔵物と共に残されたが、明治4年に火災が発生した際、内部の火薬に引火して爆発炎上し破壊された。石垣と内堀がほぼ江戸時代の姿を残している。昭和55年に5層6階の天守が鉄筋コンクリートで建てられた。 詳細は、口実を参照。昭和60年に、東墨矢倉が御金矢倉として再建された。外観は、今治範囲の中来五案が残した写真をもとに復元されている。名称は、今治城の小江津において、東墨矢倉に、岡根倉という倉が併設されていたことによる。平成2年に、二の丸西宮に、山里矢倉が再建された。 平成18年4月6日、日本百名城に選定された。平成19年9月、可能な限り、江戸時代の史実に基づき、鉄号門が石垣や多門矢倉五棟共に復元された。また、二の丸に東道高虎の像が建立された。石垣、内堀の改修について、編集石垣、内堀の一部で、近代以降に改修工事が行われている。 石垣については、特に五金矢倉直下の石垣には回収によって、本来は存在しなかった石垣の創りが、施こされてしまっている。また、蒸気の鉄号門の復元に伴い、門を構成する石垣も発掘調査に基づいて復元されているが、城内公園への緊急車両の乗り入れのため、史実より高くなっている部分がある。その他、山里櫓直下の階段について、 手すりが設けられるなど、回収箇所がある。内堀は、一部が、道路の拡張に伴い埋め立てられている。また、周囲に、義木製の柵が設けられ、北東側の土橋が拡張されているほか、西側の橋について、木製であったものを土橋と石橋に回収している。今治城再建天守今治城の天守は、一時資料が、 不足しているため、追記当時に建造されたか否かが確定されていない。東道家の家父、総国島木2には、城中に五層の功労を建て、孵化をいに開きと記述されているが、敷地内に天守の遺構が確認されていないためである。天守は、天守台と呼ばれる木段を作り、その上に建てられることがほとんどであるため、天守台の遺構が発見されていない。今治城の天守は、 存在が否定されていた。これについて、三浦正幸は、築城された頃は整った平面区形の天守台を築くことが技術的に困難であったため、天守は不整形な区形の天守台の上に建てられていることがほとんどであるが、天守台を築かず、本丸中央付近の地盤に直に基礎を敷き立てることで、より整形された区形を作る必要があった相当型天守の建造を可能にした。 としている。また、今治城の天守は、東道高虎によって、上野城に移築する目的で解体され、慶長15年の亀山城殿下府心の際に、徳川家康へ献上され、亀山城へ移築されたとする説がある。この説は、関西重州所下府の慶長15年丹波口亀山城部神のこと、受けたまわり、かつ、今治の天守を建てまつりて、 かの城に移すという記述が根拠となっている。このため、存在したとしても、慶長9年に竣工し、慶長15年頃に亀山城に移されているので、最長でも約6年間ほどしか存在していなかったことになる。いずれにしても、天守の存在を示す一級資料や遺構等の具体的な裏付けとなるものは確認されていないため、天守が建てられたかについて結論に至っていない。 しかしながら、本丸には、江戸時代を通じて、天守の代用とされた北隅櫓が設けられていた。北隅櫓には、千鳥ハフが一つだけ付けられ、天守を意識した外観となっていた。また、本丸の隅には他にも二季の二重隅櫓が存在し、多門櫓によって連結されていた。亀山城本丸南米今治城の再建天守は、当初の建築の実在について、 明確な資料が少ないため、史実に基づかない模擬天守である。王子の天守は亀山城に移築されたと伝えられ、亀山城天守については、明治初年に撮影された小写真や平面図が残されており、おおよその形状がわかっている。そのため、今治城天守の再建に際しては、亀山城天守の外観を参考にしたとされているが、実際には亀山城天守が、 相当型の構造で最上重の東波布と入りもや波フのみであるのに対し、最近天守は暴露型の構造で大入りもや波フを基部としており、張り出し屋で窓など、亀山城にはない衣装が施されている。また、天守の位置も本丸の中央付近と推定されているが、本丸類線上の二重櫓跡に建てられている。最上階からは、島並海道の来島海峡大橋が見えるなど、 瀬戸内海を眺望することができる。このため城の代表文章は、東道津田門となっている。城のしおり全国城郭管理者協議会館。三浦正幸監修、決定版、図説、天守のすべて学習研究者平成19年。ありがとうございます。